バス中央センターのカメラに目線をいただけますでしょうか。私が18年前、結婚出産を経験した年にはまさかこんな名前の賞をいただけるなんて思ってもおりませんでした。当時は女優さんだったり芸能界でもあまり早く結婚することが多くはなかったので、復帰も難しいかなとかいろいろな不安もある中で、でもある意味自分が先駆者的に子育てをしていても女優さんはできるんだっていうことを立証できたら、どういうお仕事でも女性が子育てをしながら活躍していける場が開けていくんじゃないか、そういうふうに思ってまいりました。お仕事を頑張りながら子育てされているママたちを私も応援していきたいと思います。